家づくりは一生に一度の大事業。皆さんはどんな住まいを建てたいですか？家を建てようと決断したとき、誰でも最初は様々な夢で胸を膨らませることでしょう。間取りやデザイン、設備、安全性などたくさんのこだわりがある中で、理想の住まいを探し出すことは思いのほか難しいのが現実かもしれません。ライフスタイルの変化に伴い、住まいに対する価値観は多様化し、住宅メーカーや工務店は家づくりに関するさまざまな提案をしています。皆さんの家づくりを成功させるには、情報を収集し、何が大切なのかを見極め、理想の我が家を形にしてくれる依頼先選びが重要です。これから上越糸魚川地域で注目される住宅メーカーや工務店が建てた住まいを通し、家づくりの考えや建てた方の声をお伝えします。長い間温めてきたマイホームの夢を叶えるために、各メーカーの提案に耳を傾けてはいかがでしょうか。これからお伝えする情報を理想の住まいを叶える参考にしてください。あなたの家づくりのヒントが見つかるかもしれません。自然の恩恵を効果的に取り入れた天然木の住まい、ニード牛木は建物ではなく生活するための環境と考え、天然木材にこだわり、心身ともに安らげる快適な家づくりを進めています。牛木社長、こちらの家は木の香りの家という名前がついているそうですね。はい、どういう願いを込めてつけられたんですか？一年を通して、いい空気がね、家の中ぐるぐると滞留するような、はい、そういう住まいですね。はい、空気が滞留するということは、はい、住む人にどんな影響を与えるんですか？まずは一年を通して窓を開けなくても純度の高い酸素やマイナスイオンが豊富に供給できますよね。家の中でマイナスイオンがどんどん作られるわけですね。そういうんです。そういう働きをしてくれるのが天然の素材ですね。ニード牛木さんが天然の素材にこだわる理由を教えてください。はい、それぞれに木の持つ役割がありますよね。切り材であれば殺菌効果してくれますよね。防虫効果もしてくれます。薬剤を使わなくて済みますよね。大切な衣類を守ってくれますよね。湿度調節機能を持っております。ヒノキはヒノキの油がね、顔を寄せつけなかったりね、ハエを寄せてなかったり、そんな働きをしてくれますし、杉は大脳を刺激して頭の働きを良くしてくれます。青森ヒバも使っておりますが、青森ヒバはヒノキにはないヒノキチオールがふんだんにありますから、熟眠、安眠熟眠がしてくれますよ。はい、ストレス解消にもなりますよね。フィントンチッドとかそういうものは疲労回復を助けてくれますよね。いろいろな働きが、それぞれに役割があって、お互いに相互作用を起こすからね、素晴らしい空気を作ってくれるんですね。はい、天然木材っていうのは本当にいろんな働きをしてくれるんですね。はい、そうです。こちらのお宅では天然木材の他にどんな自然素材が使われてるんですか？紙です。和紙ですね。越前和紙をね、適材適所に使っておりますね。例えばどんなところに？寝室もそうですよ。寝室今もそうです。はい、トイレもそうですね。はいはい、見てもちょっとどこに使われているのかが分からなかったんですが、はい、分からないように自然体に、はい、使っておりますから。もしかして、はい、壁紙ですか？壁紙ですね。壁紙です。壁紙が和紙でできてるんですね。はい、そうですね。はい、そういうことですね。はい、だからぬくもりがあったり柔らかさがあるんですね。ね、柔らかく進んでくれますよね。そうですね。はい、気持ちがいいですよね。そうですね。暖かくて、はい、
はどんな天然素材が使われているんでしょうか。石とつぶてですね。石とつぶて、はい、あの小さな石ですね、はい、どんなところに使われているんですか、はい、あの床下ですね。床下、はい、床下にどんな風にどんな効果があって修礼をしてくれたり収熱をしてくれたり、はい、それを家の中にこう保湿してくれますよね。夏は収礼、冬は収熱です。それを放冷、放熱をしてくれる、そういう働きをしてくれるのが石ですね。温度の調節は、そうです、はい、湿度の調節をしてくれる、はいはい、ということですか、はい、そうです。床下の見えないところでそういう働きをしてくれますよね、はい、いろんな自然素材が活躍してるんですね。そうですね、はい、先人たちがみんな教えてくれたことを住まいに取り入れていますね。なるほど、はい、天然無垢材をふんだんに使い自然の恩恵が詰まった木の住まい、住まわれている方の感想はいかがでしょう。この木に住まれている生活っていうのはですね、とてもこの安らぎを感じますね、精神的にも。だからその温かみを感じるその部屋の中で生活するってことは毎日がこの元気出てきますね、はい、で木の香りが、うん、辺り一面に漂ってましてね、例えば玄関入って、浮上室のいわゆる匂いだとか、それから今度廊下、それからお風呂場、それからトイレなどもね入ると、はい、途端にそういう匂いがね、しますので非常に気持ちがいいですね、はい、ニード臼杵では天然無垢材や自然素材を取り入れた優しい住まいを知ってもらおうと体感展示場やしろの家をオープンしています。幸せを生む住まい作り、どうしたら幸せになれるか、原因と条件を住まいに取り入れております。そんなことを教室でやっております。ぜひ教室においでください。自然の摂理を利用した環境づくりです。お待ちしております。自然を敬い、自然から学び、自然と共存する仕組みを住まいに取り入れ、豊かな毎日を過ごせる家づくりにこだわるニード臼杵。資料請求お問い合わせはご覧のところまでお気軽にどうぞ。上越市浦河原区に立つ自然素材を生かした竹江組の住まい。竹江組ではナチュラルリビングをコンセプトに、本当の豊かさを得られる自分らしい暮らしのための住まいを提案しています。竹江さん、なんだかのんびりした気分でリポートを忘れそうになってきましたけど。のんびりゴロゴロ、はい、そういったことがこの家のコンセプトなんですね、はい、そのための舞台として、例えばこの畳敷きの居間や、はい、昔の家のように高めの天井、それから空を取り込む窓、うん、そういったものが欠かせない舞台装置でした、はい、私たちはその家で行われる暮らしの性格、それをまず核としてデザインをスタートさせます。その上で自然素材による肉付けを行っていくんですね。自然素材がコンセプトの中心ということではないんですか。はい、ナチュラルリビングの基本概念は自然素材の使用よりも先に、そこに住む人の家族の性格、暮らしの性格というものがあります。ナチュラルリビングのナチュラルという言葉に、その人たち、自分たちらしい、そういったことを意味合いをつけたんですね、はい、例えばこのお宅の場合はどんな要望があったんでしょうか。はい、このお宅の場合は木の香りのする空間でくつろぎたいと、そういったことでしたので、しつこくならない程度に木を表し、その周りを自然素材で固めました。この木の家作りなんですけれども、まあ、工場生産のハウスメーカーさんではちょっと難しいかもしれないんですが、地元の大工さんや我々工務店にとっては至極当然のことなんですね。いわば基本です。しかしながら木の家を建っていながらも、その周りにビニールクロスだとかプリント合板の床だとか、
そういったものを使わざるを得なくなってきている、そういった日本の家づくりの現状に一石を投じたいと考えまして、私たちはナチュラルリビングコンセプトを推進しています。当然の結果としての自然素材なんですね。はい、先ほどから出ている自然素材、その言葉の定義なんですけれども、木、木材ですね、木材はもちろんのこと、ガラスや鉄、それから塗り壁やペンキ仕上げ、水性のペンキ仕上げ、そういったものも自然素材というふうに含んでおりますので、自然素材を使うからといって必ずしも民芸調になってしまったりとか、それからカントリー風になってしまったりとか、そういうことに限定されることなく、スタイリッシュなデザインやモダンなデザイン、そういった表現もさせていただいております。デザインでも住む人の性格を表すことができるということなんですね。はい、そしてそこに街づくりの視点を加えるのが私たちの仕事だと、そういうふうに考えています。このお宅の場合も家の中はこうまったりとしたそういうデザインですけれども、外は新しい住宅街に合うようにと、割合とモダンなものに仕上げさせていただいております。この外観にも関係するんですが、街並みに圧迫感を与える高床式住宅は避け、その上で十分な収納が欲しい、そういったことでしたので、この家の場合は床下にこの家の広さと同じだけのびっくりするほど大きな収納があるんですよ。単なる収納としてだけじゃなく、ギャラリーのような使い方もされていて、本当にくつろぎの空間になっているんですね。はい、浴室はユニットバスではなかなかくつろげない、そういったご希望でしたので、伊豆の若草石を使ったオリジナルなものを制作させていただきました。この伊豆の若草石なんですけれども、ご夫婦で温泉旅行に行った時に見つけられた石だそうです。本当に緑色が綺麗で心が安らぐ色ですよね。はい、お風呂に入る瞬間、日本人に生まれてよかったな、そういうふうに思える家ではないでしょうか。このようにこの家のデザイン過程においていろいろとご要望が出てき、それを設計士とお施主様と一生懸命話し合ってこのようにやってまいりました。床下収納といい、浴室といい、キッチンといい、暮らしの一瞬一瞬がこだわりに満ちているわけですね。私たちの家づくりへのアプローチは良質な素材を使ったお料理に似ています。最高級ではなくても心と腕を込めた調理方法で素材の良さを引き出し、暮らしの栄養となるような家を作りたい、そう考えています。デザイン豊かなこだわりの暮らしのステージが欲しい方も、今までは木の家を敬遠されていた方も、シックハウスが心配な方も、ぜひ一度当社のホームページにお立ち寄りください。自然と共鳴し、時間がたおやかに流れ、家を慈しむ気持ちが生まれる竹江組のオリジナルな住まい。